前回ですねフードプロセッサーで、パイ生地を作って簡単にできたので今日は皆様の大好きなピザ、ね、ピザの、ピザの台をフードプロセッサーで、簡単に、作ってみます。材料です。まず強力粉ですね、強力粉、そして、てんさいと、お塩、そしてイースト、オリーブオイル、分量のぬるま湯でございます。でそれで作りましたら具材ですね。具材は、濃厚粗こしトマト、ね、かごめさんから出てます、もう味がついております。そしてちりめんじゃこ、ちりめん、そして、オリーブ、黒でもグリーンでも何でも結構です。そして、スタッフがまた勝手に買ってきた、失礼しました、カッテージチーズ、そしてオリーブオイルでございます。粉を入れます。簡単ですよね。イーストを入れます。そして分量のてんさい糖を入れます。分量のお塩を入れます。そして分量のぬるま湯を入れます。そして、オリーブオイルを入れます。はい、これでよろしいでしょうか。生地を作ります。これ驚き桃の木、山椒の木ですね。皆さん見てください、勝手に丸くなるんですよ。はい、勝手に丸くなりました。すごいですよね。そうしましたら、これはこれだいぶ前に手を切りましたので、手に粉をちょっとつけていただいて、見てくださいね、丸まって、ちょっとこう手で引っ張って伸ばしてあげてください。ピョンピョン、はい、それを丸めて、よいしょ、はい、ラップをして、そうですね、冷蔵庫で、2、30分発酵させます。はい、皆さん見てください、時間がある時はこれ冷蔵庫で1時間ぐらいで、見てください、こんなふっくらと。で外に出しておくと、この半分ぐらいで膨らみますので、粉を打って、はい、はい、これ世界チャンピオンは手でくるっと回すんですよね。私はこれぼっこありますけども、今日はぼっこ使いません。手で伸ばすだけ伸ばして、よいしょよいしょ、なんか陶芸みたいな感じでこうやって手で伸ばすのもよろしいかと思います。はい、そうしましたら、穴を開けてください。それでは伸びましたら鉄板の上に入れて、また再度形を、よいしょ、
はい、最初にトマトを全体にナッペしてください。はい、そうしましたら、まずオリーブ、よいしょ、はい、そうしましたら、カッテージチーズ、よいしょ、よいしょ、これなんかの お子様とやると、楽しいと思います。そうしまして、あとは白子、このチーズの上に乗っけてあげるといいと思います。で、あの乗っけるのは、皆さんの何でもいいんですよ、お好きなの。それでは最後に、オリーブオイルをたっぷりかけます。外にこぼれないようにチーズの上が全体にたっぷりかけます。これなんかね、あの手で、あのぼっこで伸ばすのもいいんですけど、こうやって手で伸ばすと。さあ、これを300度で、お高いですね、20分一本勝負でございます。さあ、いきます。300度20分一本勝負スタート、ゴーゴー。はい、皆さん、20分って言ったんですが、300度で強いんで15分で上げます。お、見てください、いい感じです。あの皆さんのところは、火加減が違うので、あのあれですけど、ちょうど300度で、よいしょ、おお、やばいやばい、はい、出来上がりです、完璧です。仕上げに、ルッコラを乗っけてください。ルッコラはもう、たくさん、たくさん乗っけてください。ルッコラっていうぐらいですから、失礼しました。はい、ルッコラがたくさん乗りました。はい、これ出来上がりです。この辺からいきましょうか。わあ、よいしょ、よいしょ、もうサクサクでサクサクでございます。よいしょ、手でいかせていただきたいと思います。見てください皆さん、この裏のこの焼けた感じ、いただきます。あ、そうです、オリーブが落ちました。うん、もう見てください、サクサクですね。こんなに簡単にできる、あと上には本当に、あのお家でちょっと喉につか先にワインを、これはフランスブルゴーニュのアントワンヌ・リエナルト・ブルゴーニュ・パス・ドゥ・グラン・ピノ・ノワールとガメでございます、うん、なんかイチゴの熟成した感じと
後にあの薄いバラの香りが非常に、さすがブルゴーニュ、エレガントです。先ほどオリーブが逃げましたので、このまま またルッコラを入れるとちょっとピリッとして、ジャコがいい仕事をしております。こんなに簡単にできるピザ、グーです。どうぞ皆さんで、楽しんでください。グーです。